これは聞きますか。はい。絵の方絵方たって和の絵が名の絵がわがねじゃあったっきゃ、目の上げ絵だねって言われたはんで黙ってくたずに食い終わってからアッペだったって言われたんだけども、アッパ結局根の絵の方絵方だべな。4ブロックあるじゃない。あーくそー。北海道生まれ北海道育ちの高橋です。津軽生まれ津軽育ちの兜です。よろしくお願いします。お願いします。これは北海道生まれの高橋が隣の県青森県、せっかく隣なんだから青森の言葉も学ぼうというあれです。言うね。兜先生、兜先生、青森はなんかいい感じですか。高倉が先週復活しました。高倉、東京チキンが元々あったところが。元も元も伝えづらいな。今高倉からラーメン屋がで、半年ぐらい前に車でそこ通るときめちゃくちゃ混んでんなと思ったら高倉から火が出てて、まあ、ぼやだったんですけど、で半年を経て先週復活したっていう。あーなるほどね。おめでとうございます高倉さん、はい、今もデデーンって出てますからうちのチャンネルでぜひ高倉の味噌ラーメンご賞味あれ。いや味噌ないんだよな。この YouTube でお店宣伝したいという方がいらっしゃったらご連絡ください。すごい、今ここ下にテロップにご連絡くださいってでかく文字出してますから、僕が指さしてる下にどこにっていうやつだ。ということで今回も兜大先生が私めに津軽弁を覚えさせるために何か考えてきてくれたみたいです。お願いします。いらすいらす。朝だからな。今回の授業はイラスト屋で学ぶ津軽弁。だー、イラスト屋、私もだいぶお世話になっておりますよ。イラスト屋のイラストを渡すので、うん、私が読み上げた津軽弁の文章を説明するイラストを構成してください。あー並べ替えてね。で3問用意してきたのでまず第1問から、うん、それではイラスト屋でつなぐ人の心やってみましょう。24時間テレビそう ATV 誰がわかんない、俺が一時で落とされた会社。あーはい、こちらです。カブトが一時で落ちた企業名が載ってます。それではイラスト屋で学ぶ津軽弁やってみましょう。第1問、画像を送りました。はー5枚、最後の1枚だけちょっとふーんっていう感じ。はい、じゃあ早速津軽弁を聞いてみましょうか。第1問、よしこーい。ケヤグと公園でジャングルジムだのキャッチボールだのして遊んでたばって、一人本ズネやずいだはんで半つけさせてだけは水ガブガブと飲んであずましそうにしてたはんで、それはそれでいがった。長いねー長いねー、最長じゃんしれっとイラスト5枚を説明するとなると長くなるんですよね。そう、もう一回いいですか。はい。ケヤグと公園でジャングルジムだのキャッチボールだのして遊んでたばって、一人本ズネやずいだはんで半つけさしてだっきゃ水ガブガブと飲んであずましそうにしてたはんで、それはそれでいがった。ああですねこれはまあ配信してみてくださいよ。ちなみにイラストもらってすぐに画像を作ったんで送っていいですか。文章を聞く前にですか。そう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 。あーぜひ見てみたいです。画像をもらった状態で、あ正解これかもなって思った画像が、はい、これですね。怖すぎる。平和な公園飲み込む大男1問目のサイコ度じゃないじゃんね。ホンズと半付けしてっていうなんか2つが分からんくて、でもなんか水ガブガブと飲んでて、あずましいわね、なんか気持ちよさそうにしてるなんすよ。わーすごいじゃん。ホンズねえやついたはんで半付けさフェンフォンフェンフォンフェンフォン、はーいできた。はい、送ってください。津軽弁でいただいた文章イラスト屋で構成するとこのようになりました。これはどういう意味ですか。まあ、前半でね公園の楽しい風景をご紹介なさって、本詰めして半付けにしてたんですよ。はい。友達もいなくて寂しそうにして的なことなのかなと思って、でちょっと遠くの方に置いたんですよね。はいはい。半付けだからまあ並べ替えれば半欠ですから、半欠状態の人心配ですから、やっぱりクレバのビーボーイパークの時の踏み方するな。あーこちらどうでしょう。まあイラストは正解です。イエーイ。でも今回はそれでいいんでしょ。今
ったらそれでもう100点でしょ。なあ嫌な生徒。いえいえ、先生は嫌な生徒とは言ってたんだね。家で言ってる。ねえ怖っ。本図がないから半付けにしてたっていうのはなんかお調子者で落ち着きがないやつ、本図ねやつがいたから仲間外れにしていたっていう文章。いいひどいことしてんの。ちょっと本図ねが落ち着きがないだけじゃないんだよ。なんか結構ニュアンスがいっぱい含まれてて、愛すべきバカみたいなニュアンスも入ってる。一応ちょっと私のイメージした画像も送りますね。まあ一緒ですね。高橋の方はちょっと木のね高さと子供の高さ一緒になっちゃってるからね、そこどうかと思ったけど。そうだね、なんかカブト君の声の方はちょっとあの青い子の足がなくてちょっと埋まっちゃってるのかなっていう感じですけどうるさいな、はあ、だいぶ強度ですねこれが。あそうですね、これがいわゆるねぶたが左でねぶたが右ですね。これが鍵になってきそうな感じしますけど、右下の子かわいそうにこんな暑そうにしてんのに第一ボタンまで閉めて、これこれあで今回は6枚のうち5枚しか使わなくて、はい、5枚だけで構成してください。ちょっと回答がビフォーとアフターで分けたので、内容文章が物語調になっているのでそういう風に分けて、こうだったのがこうなりましたっていう風に。なるほど、3-2なり4-1なりになるってことですね。あーそうですそうです。よしお願いします。使いで待ってネプテ橋のネズデでヘズネワラシもネプタ林キゲバお使いさねばまねって思い出ささてタゲでったらだ大根買った。あー使いとお使いって出てきた気したな。もう5回ぐらい言って使いで待ってネプテ橋のネズデでヘズネワラシもネプテ林キゲバお使いさねばまねって思い出ささてタゲでったらだ大根買った。あーなるほどね、お使いで大根買わなきゃいけないの思い出したみたいのも聞こえた気したな。はい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 、はい、ネプタとは聞こえたんだよ。ネプタ橋、ネプタ橋と林っていう言葉が出てきてるな。ネプタ橋ってなんだ、使いってなんだ。あ、わらしって言ってるわ、わらしは子供だわ。おいすごいじゃん、ういーいやいやいや、こうしてでこいつがフェイクだな。できました。はい送ってください。イラスト屋の風景こちらです。はい、あーはいはいはい、どういう解釈をしましたか。まあ熱出た子供がいたんですよ、わらしって出てきたんで、ねぷたの林を聞いたことで熱とかもなぜか全開して大根、でっけえ大根買いに行ったみたいな。どうでしょう。正解です。おいは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 い、あーちゃんと下半身切れないように今やりましたちょっと待ってよ、何なんか右の子大根、影が大根いや違う違う床に伸びる影が大根。最初が使いで待ってって言ったんですけど、 そこそこ気になる。これは疲れてしまってですね。あーなるほど、使いで待って疲れてしまって、なるほどなるほど。でネプテ橋のこれ眠いのことをネプテって言うんですけど、実際ネプタの語源も眠いネプテから来てるので。そうなんだ。そうそう、夏の眠気を吹き飛ばす祭りとしてネプタ祭り、ネプタ祭りをやってるというのが。で熱ででヘズネワラシ、あヘズネって言ってたか、多分もう聞こえてすらなかったんだろうけどはいその通りです。なんかすごい切ないとか調子が悪い、あこっちで言う怖いだわ、北海道で言う。あーそうだね、そういうニュアンス、うん、でお使いさねばまねって思い出ささって、お使いしなきゃいけねえんだと思ってタゲでタラダ大根買った。タゲ大きい大根買った。あーそう、とても大きい大根買ったっていう意味で、だから高橋の大根ちょっとちっちゃいよね。でっかいよこの大根、ちょっとリアルにネギの何倍ですかこれ。タゲでタラダって言ってるので、ターゲって言われたらそうしたよ、俺もこうしたよ巨ターゲだったらそうしたよ、巨ターゲってちょっと逆にイラストの数減らしておきました。要素があんま少ない気するな、今んとこ全然わかんないなマジで。これは聞きますか。はい3問目、絵の方絵方たって和の絵が名の絵がわがねじゃあたっきゃ、ねのあげえだねって言われた半で黙って食たずに食い終わってからあっぺだったって言われたんだけども、だば結局ねの絵の方絵方だべな。4ブロックあるじゃないあるよ。はいもうねこれは僕も文章いただきました。あはい、とりあえず文で送りました。まあでも今のところ家が引っかかってないから何かが家なんだろうなってなった時に絵が家かなと思いました。はい
和の絵が名の絵が和が自分ですよね、名があなたですよね。ああはいはいはい、あなるほど、俺の家かあんたの家か分かんないじゃないかっつって、根の上げ枝根、ね、あなたの上げ家だからちょっと茶色い方の家の話ですよきっとね黙って食ったけど、食い終わってからあっぺだったわ、あっちだったな、あっちだったって言われたんだけども、結局あなたの家の方が恵方だったんだな。どう、あ、読み終わったぞ、なんかそうだね、かなりいい。いきます、イラストにします。はい、ちょっと待ってよ、和の絵か名の絵か右か左かわからんな。一応ちゃんと答えは一通りしかないようには作ってるので。あれ、名の絵と思ってたら根の上げってなってた。あれ、変化した違う違う、勝手に文字って変化しないよ。根が何なのかわかんないとむずいな。根の上げがわかればわかる。あなた、僕、ねえ、ねえ、みー、みーみたいなことかな、ねえは。そこだけ言っていいですか？ダメ厳しい自分に違うわ、あなたとか自分って意味じゃないわこれ。はい、わかりました。はい、できました。第3問のイラストやこんな感じです。こうですね戦車みたいなのに乗ってるけど、これ超神獣恵方巻キングですね。ですねって、もう分からん、本当に分からんくなった、なんか途中から。俺はこの5分間恵方巻キングを待ってたんだ。そう、正解です。ああ、見ても分からんですね。冒頭の絵を家って訳したのは正解で、あーよかった、もう家っていうのがめんどくさいので、いはもう省略して、えの方とか言います。わが自分で、ながあなたなのは当てて、はい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 、家の方がえほうって言われても、私の家かあなたの家かわかんないよって言ったら、次よ、まあ根のあげえだねって言われたんですけど、うん、根は所有格というか、あなたの yours。 出た、その考え方でよかったんだ。でもはい、一応合ってました。だからあなたの持つあげ、あげ絵は赤い家です。あ、これはボンミスだもんね。ケアレスミスじゃん。ツガルブレンケアレスミス。あげ絵だと思ったもん、本当に。ただのあげ、てってってってれて、あげ絵だと思ったもん。クイタンの時の BGM ね。わかんないよ。これアッペっていうのが、うん、あっちじゃなくて逆方向の意味なんですよ。あー、そういうことか。だから内容としては、恵方、うん、がどっちかわかんないけど、うん、あなたの赤い家だよって言われたからそっち向いて食べたんだけど、食べ終わってから、いやその真逆だよって言われたから、いやそれって結局お前んちじゃん。そうか、喋ってるやつが違うのか。鍵括弧があるんだね。その人の紙紙も分けて喋ってるわけでしょ、その人。あ、そうだね、一応喋ってたけど。いや分かんないじゃんって言って、その後に霜になって、根の上げ枝だねって祝いだはんでっていう、ここに鍵括弧があるわけだ。はいはい、そう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 、ここの根の上げだねの根と最後の根の絵の方の根は真逆のこと言ってんだ。はい、うわー、いい解説だな高橋も負けじと両問両問、素晴らしいですね。はい、2問正解1問正解でした。いやでもすごいいい戦いになってきたんじゃないかなと思う。ああ、そうだ、高橋も理解するところが増えてきて、あげは分かってほしかったと思うわみんなまあそうだね、過去にそこクリアしたりしてるもんね。母音大切じゃん、津軽弁って多分。はい、それだけで意味を持ってたりするけど、我々やっぱりね、ちょっと母音に警戒心がなさすぎて、あげはもうあげなのよ、レゲーなのよ、ただのだから、あげはあげだろって思っちゃう不意に。あ、はいはいはい、あげだとは思いませんわ、思いません思いませんやめてくれそこまで買いかぶるのでした。まあぜひぜひ紹介したいお店ありましたらこちら、ご連絡ください。